Suzuki。 はい、今回もアレクサンドロスについてお聞きしていきたいと思うんですけども、はい、すげえ漫画。そうですね、戦いが全部漫画、うん、はい、まあイッソスで勝った後は、はい、すいません、イッソスで勝った後は、うん、あのエジプトがね範疇に入るんで、はい、この時点でファラオになります。あーすげえな。だからもともとペルシア帝国がエジプトを治めてたんだけど、はい、そのペルシャを追い返してるんで、はいはい、追い返してるっていうかなんかこう僻地に追いやってるんで、はい、そのエジプトの部分をマケドニアとかギリシャがこう治められるようになって、はい、でエジプトってねファラオじゃないと治められないんで、うん、治めようとするとファラオになるしかないんで、うん、それでファラオになるんですよ。もう宗教的指導者だよね。そう、もう基本王様になれるのは。でこの時ね一応ね、はい、大きく2つの選択があったわけ。アレクサンドロスには逃げたダレイオスを速攻で追撃して殺す、はい、もう一つは、はい、一回追撃をやめ、はい、エジプトとかそこの要はこっちの収められそうなところをちゃんと確保しに行く、はいはいはい、この2つの選択があったんです。占領しに行くってことですね。そう、はい、で普通に考えたら、はい、アレクサンドロスの性格で言ったら、はい、ダレイオスを追うじゃん、はい、アレクサンドロスやっぱ素晴らしいなって思うのは、はい、補給路を確保するために、はい、占領を優先させたんですよ追撃よりも。それでそこ冷静なんや。すげえ冷静なんです。そこが、そこでエジプトを手中に入れ、まあ香料の憂いをなくしてですね、ここでその補給路を確保して、はい、まあ、万全の体制を取れるようにする。おでこの時点で彼はちなみにもうペルシャを別に滅ぼす必要はないじゃないですか、はいはいはい、十分な名誉なんで、はい、この時点で女遊びとか贅沢に走ることはできたんだけど、うん、全く興味ないんですよ彼は。へそんなことには、はあ、始皇帝みたいだ ね、 もうね、始皇帝っぽいよね、うん、ここら辺は。あとやっぱドラゴンボールの悟空みたいですね。悟空みたいですよ。確かに。あ純粋。純粋に戦うことしか興味ないですからね。そうなんですよ。はい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 。けどね、まあここからそのガウガメラの戦いまでには結構実は時間があって、うん、ここのまわそのガウガメラに到達するまでの周りの町でそれぞれこう手中に占領させていくんですけど、うん、手中に収めていくんだけど、うん、やっぱりあの無血解除するとこたくさんあるんだけど、うん、あのそうじゃないところが出てくるんですよ。おめちゃくちゃこうね抵抗するやつらが出てくるんです、はいはいはい、でその中で一番苦戦したのが、うん、ティロス。ティロス、ティロス攻防戦って言われてるんですけど、はい、まあここでもすごい苦戦して、うん、実はここで8ヶ月とかかかっちゃうんです。あ結構かかったんですね。そうさっきまでねもう本当に1日で全部回線ババーンと終わらせてたんですけど、はい、ここでも8ヶ月ぐらいかかります、うん、おろろろ。ここはねあの海軍の島なんですよね、はい、でその海軍を持ってて、うん、でアレクサンドロスってほら山の上で育ってるから、はい、海軍弱いんですよ。陸軍だよね。そう、メインなんで。けどねここで彼は海軍の傭兵も学んでいって、はい、最終的には倒すんですよね。すげえ。でその技術者連れてきてたじゃん、はい、でここで技術とかを使うんですけど、はい、その島にこもってるんですよ敵が、はい、その島を治めないといけないから、はい、船を基本的に使わないといけない、はい、だけど船で行っても向こうの海軍がこう攻撃してくる、はい、なんでその結局彼がやったのはその堤防っていうか、はい、こうなんていうんですかね道をもう作って島まで、はい、ずっとガーって、はあはあ、陸路みたいなものを陸路ずっと作っていって攻めようとするんですよ、はあ、で実際それで倒します。海の中に陸作ったんですか、うん、発想やばいっすね。それもねその陸をねこう作りながら、うん、敵の軍船が来て矢とか撃ってくるんですよ。おいだけど作るんですよ。へ殺されながらへそれでまあ突堤を築いて、うん、まあ、それで倒すっていうので8ヶ月を費やしたりしてるうちにですね、はい、ダレイオスから、はい、あの講和条約が届きます。おまあ仲良くしようぜ。僕ら喧嘩したけども、まあ君たちほらもうここを収めていいから、はいはいはい、ここで一回終わらせましょうやという話をしてくるんですよ、うん、その代わりにそのあのお金もめちゃくちゃあげるし、うん、あとなんなら俺の娘と結婚するみたいな。おお、めちゃくちゃ歩み寄ってきてるじゃないですか逃げたくせに。そう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 、俺の娘と結婚しないみたいな話をしてくるんですけど、それに対してアレクサンドロがするわけねえみたいな、来たよ返事をするんですよ。英雄やから。そう、はい、俺そうもう俺の方が偉いからね返事をするんですよ。そうなんですね。なんかもう俺勝ってもうここの土地取ってるからなんでわざわざお前から譲り受けないといけないのみたいな。ここも俺の土地だからね関係ねえからむしろお前がへりくだれみたいな返信をしてやっぱりこれが決裂する。
講和条約が決裂していくと、うん、それで、うん、あのガウガメラの戦いに突入していきます、うん、うわ来たガウガメラでこの時はね、はい、アレクサンドロスやっぱすごいのはですね、はい、毎回成長してるんですよ、はい、これもね主人公っぽいですよなんかそのさっきのその理屈作るやつとかもなんかまあ、なんかこう課題に対してしっかりこうソリューションをそう、はい、考え抜いてね、なんか現場で組み立てるのが相当うまいよね。マジだから戦う状況を見てファクトを認識した後にそれに対してのオプションを出して判断するという能力はすごくあると思います、うん、でねそう余談だけど側近たちがいろんな意見出してくれるんですよ、はい、さっき あの講和条約も結んだ方がいいですよって言ってるんです、はい、そういうの全部無視するんですよね。めっちゃトップダウンではありますね。あんまり人の言うこと聞かないよね。うん、なるほどなるほど。でもそれでね、全部正しい、まあ、そう正しかったからね。正してるからな、うん。はいはいはい。ガウガメラの戦いはね、ペルシャのね、はい、その最終なんていうの、最後の力を、まあ、まだ半分残ってます。それでもすごい広大な土地持ってるんですよ。ですね、もうすべてを結集させてですね。うわお。何万来たと思う。全然わかんない。さっきがさっきがさ、はい、あの6万から60万って言われてたんですけど、はいはいはい、今度は25万から100万来たんです。その開きもどうすればいいかこれわかんないんだけど、すげえ来た。マジだからもう本当に総決戦。総決戦で来た。来た来た。20万を超える歩兵。クライマックス来たよ。5万を超える騎兵、はい。そしてね、本当漫画っぽいけど、はい、あの鎖あのね、車輪の横に鎖釜じゃないや、釜がついてる、大釜がついてる戦車、はい、これ200台用意してるんですよ。おーおーおー、だからその戦車ってこうでっかいんですよ、はい、で横に刃物ついてるんですよ、はいはいはい、刃物がバーって伸びてるんですよ、はい、それがぐるぐる回って、はい、なんかこうそれにこう歩兵が当たったら死ぬんですよ、はいはいはい、っていう戦車をバババババって用意してるんですよ。すげえ。でペルシャ帝国ってちょっと半分インド領域まで行ってて、インドってゾウがいるんですよ、はい、そのゾウを今度連れてきて、はい、ゾウ騎兵がいるんですよ。すげえ。ゾウ騎兵も揃えて、はい、もうか釜付き戦車揃えて、うん、それでなんか何十万、もう25万から100万の、はい、もう大量の軍隊揃えて、魔王軍やん。もう魔王軍、ロード・オブ・ザ・リングですよ。おおお、ほんとロード・オブ・ザ・リングみたいな感じで来て、ね、ところにアレクサンドロスは、はい、まあ5万ぐらいで来た。歩兵と騎兵5万、劣勢ですよ。大丈夫かアレクサンドロス、はい、この時アレクサンドロス25歳、はい、そしてダレイオス49歳です、はい、まあ、ちょうどだから半分、はいはいはい、まあ、親子ぐらいですよね、はい、ちょうど親子ぐらいの、うん、でここで、まあ、ガウガメラで、パルメニオンっていうあのお父さん時代からの側近は夜襲を提案するんですよ、はい、ちょっと相手がさすがにゾウおろし、ゾウおろし、多すぎませんかと、はいはいはい、これは今日つかないとまともに開戦したら死ぬんじゃないかと、はいはいはい、したらアレクサンドロスがやんないと、はい、もう真正面でぶつかって殺さないと嫌だって言うんですで余裕、絶対殺せる、絶対倒す、うん、マジでそんな感じなんです、うん、もう俺の話を聞いとけば勝つからそ, その時もね、めっちゃなんか憎たらしいこと言うんだけど、うん、パルメニオンって相当年上ですよ、はい、そのパルメニオンに、うん、まあお前だったらそうするかもしれないけど、うん、アレクサンドロスはしないって言うんですよマジで矢沢だったらどういうことなんだなパルメニオンならそうするだろうとか、うん、そういう回答の仕方をする、すげえな、それでやってアレクサンドロスが決戦するんですよね、はい、でもダレイオスは、はい、夜襲が来るかなってずっとビビってて、はい、ずっと歩兵全体に警戒させてたんで、はい、夜通し寝れずに決戦に突入するんですよ、ダレイオス軍って。それもそれでね、だからビビりってすごいなって思った。裏の裏を書いてることになるんですね、もう真正面で行くってことは、うん、はあ。でもダレイオスも今回はもう次負けたらさすがにもう完全に終わるんで、はい、死ねないなって思った、はいはいはい、死ねないとか負けれないなっていう攻めの姿勢で来るんですよ、はいはいはい、でそのダレイオスの軍の全体を見て、うん、あのアレクサンドロスがこの、うん、軍人のね微調整を行うんですよ、はい、もう直前に色、はい、もう戦略会議してるんですよ、はいはいはい、前日に。けど実際昼になって、うん、まあ、日が昇ってからダレイオス軍全部を見てみたら、はい、ちょっと思ってたのと違ったんでしょうね、はい、少しこう配置替えをしてそれで戦うことを決意して、これもちなみに功を奏してるんですよ、
判断能力がすごいわけ。すげえな。これでね、どうなると思う、この象と戦車。もうなんかね、戦車と象。え、全然。まずね、まず象が突っ込んでくるんですけど、象ね、あの突っ込まなかったんです。え、どういうことですか？あのね、ほんとしょぼいけど、象騎兵ってすごい熟練の技術が必要なんですって、はい、操作するのに、はい、象を。あのそんなやついなかったんだって、ペルシャ軍に。インド人にはいるんですけどね、ペルシャ軍には象をうまく操れるやつがいなかったので、はい、象がこうやって突っ込むのを拒否したんだって嫌、はい、だから象も、うん、そりゃそうだ、いや行かないですみたいな、はいはい、それすると象騎兵もその動かない象って困るから、象の急所ついて殺すんですって。むちゃくちゃやん、うん、はい。で、あの全然突っ込まずに象騎兵がフィニッシュするんですよ。めっちゃおもろいよね。いや、魔王軍が召喚した魔物が全然言うこと聞かないから。全然言うこと聞かないです。出てけ出てけと。軍用だけはすごいんですよ。もう見た目は超すげえわけ、うん、けど全然役立たなかった。士気が上がってないんですね、もう全体の。はいはい、はい、戦車がね、今度突っ込むんですよ。おーおお。戦車がガラガラガラって言って突っ込むんですけど、戦車ってほら鎌つけてるから密集体系取れないんですよ。はいはい。めっちゃ間隔空いてるんですよ、戦車と戦車の間が。そしたら歩兵がね、普通に避けたんですよ。ひょいっつってひょいって普通に戦車ガラ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 って、もうどうせあいつらまっすぐしかまっすぐしか走れないから、もう来たらお前ら避けろ。普通に避けて後ろからガッて刺して、そうそうそう。それでね、あの、うん、戦車で死んだ人ゼロ人。すげえ。ガガメラの戦い、戦車で死んだ人ゼロ人。はったりとしても聞いてないんですよ。聞いてない。悲しいわ。落ち着いて対処したのがすごいよね、その見た目に惑わされずに。そうね、まで。だそれは多分アレクサンドロスに対する信頼感だと思う。だこれがだから軍用すごいから、みんなビビってすぐダメになることは簡単にできたと思いますよ。けどやっぱりアレクサンドロス軍はアレクサンドロスが指揮してるんで、なんとかなるだろうってみんな思ってたんでしょうね。うわ、すげえな。普通に避ければいいよって言われてて、普通に避けて終わるんですよ。混乱してないんでみんな、うん、さあすごいよね、道開けて。あの統率はやっぱりね、すごいね。統率すごいね。もう笑ってしまうよね、想像したら、うん、すげえなー、うん、カリスマか。そう。あ、それでまた同じことが起こるんですけど。同じことっていうのは、あのアレクサンドロスがもうこの人ついにこの戦略なんで速攻するんですよ。はいはい、ひし形速攻戦で。ゾウが来て、ゾウは来なかった。戦車は避けた。で後ろからこう刺して殺した。でこの時点でアレクサンドロスが突撃します。はい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 。で突撃するときに、まあこの相手の騎兵が邪魔してきたんですよ、この突撃を。この騎兵を邪魔した騎兵をぶっ殺すんですよ、普通に。うわー、かっこいい。蹴散らして、おうおう。でまたそのアレクサンドル、あ、ダレイオス本体がいる歩兵隊のこの側面に、また側面に突っ込んでくる。ぶち込んだ、はい、側面に突っ込んできたら、はい、ダレイオスがまた逃げた、はい、またまた、おい、またダレイオス逃げた、うん、おい、ダレイオス。ダレイオスはまた逃げたよ。あれだね、もうゲームの格ゲーのハメ技ですね。ハメ技で怖いんでしょうね、もう見た目が怖いんだと思いますよ、その状況として。多分ダレイオスの心境をなぞると、まず数の字で優勢じゃん、だからなんかその数の優勢であるところで安心させてると思うんですよ、うん、その数の優勢が効かない感じの攻め方してきてるわけじゃないですか、はい、横から騎兵でゴリゴリ削るみたいな、うん、それが怖いんだと思います多分。自分が強みで持ってたやつが全く通用しない感覚、うん、そうですよね、これが怖いんだと思います。で今回は前回と違って人数をさらに増やした上に象と戦車がいるわけよ、はい、その象と戦車が目の前で何の役にも立たなかったそしてまたアレクサンドロスが突っ込んでくる。これは逃げようってなったんだと思う。確かに怖い。それで逃げましたね。うん、まあ、今回はアレクサンドロスも必ずダレイオスの息の根を止めようと思ってるんで追撃しようとするんですけど、はい、パルメニオンが、はい、その歩兵隊を持ってるパルメニオンが、はい、あのちょっと待ってと、はい、追わないでくれと、戻ってきてほしいって言うんですよね。
ほう。だってまだ20万人残ってるからさ、20何万人いるから、そのダレイオス軍が、あの普通に戦ってたら負けないから、あの戦ってたらパルメニオンがちょアレクサンドロス戻ってくんないと負けそうだってなって、戻ってきてもらわないといけなくなっちゃったから、追撃できずに戻ってきて、でも戻ってきて倒、まあ普通に勝つみたいな。いやまあ普通に勝つってさらっと言ったっすけど、普通に勝つのすげえ、普通に勝つのすげえよね。20万人に普通に勝つってすごいよね。これで信じられんことが起こってるんですね。はい、まあこれでだから結局2回とも逃げたんですよ、ダレオス。すげえな、ほんとね、もうほんと肩透かしですよね。もう王様としての信頼もゼロですからね、もう自分自国内からも、すべてを捨てて逃げてますから。でもなんかそのパルメニオンの言うこと聞いて、はいはい勝っときゃいいんでしょっつってさーっと言ってサクって勝つのもかっこいいですね。なんか主人公っぽいですね。そこを無視しないのもやっぱ立派ですよね、主人公っぽい。なんか無視して誰を追撃したい気持ちはあったと思うんですけど、そこを追撃せずに戻ってきてやるっていうのは素晴らしいと思います。まあリーダーやしなみたいな感じですよね。あ、もう言い忘れてたけどね、そのアレクサンドロスって兵士にめちゃくちゃ人気あって、あの彼はそのさっきみたいな憎たらしいことも言うんだけど、パルメニオンに対して言ったような、基本的にね、あのなんていうか、その王様前としてないわけ。はいはいはい。だからなんていうの、オープンだよね。オープンなん、そう、オープンなんですよ。だから兵士と一緒に寝たりするんですよ彼。兵士はねマジでなんかアイドル扱いしてるんです。杖、我らの王。かっきい。俺らと一緒に飯を食ってくれる。そう。感動するんですよ。そうそうそう。ダレイオスは本当にいわゆる王様みたいに、そう、みんなの権威付けしてるわけ。そうそうそう、超権威付け。王の中の王とかって権威付けして、普通の人間は会えないみたいな。そう。でも逃げるんですよ。そこもたまんないですね。その対比もね、なんか。そう、全然違いますよ。真逆じゃないですか。このアレクサンドロスが、ペルシャを倒したことによって広大な土地を手に入れますよね。はいはいはい。この広大な土地を治めないといけないとなった時に、アレクサンドロスの思考が転換するんですよ。今までは自分より強大な敵を倒し続ければよかった、だけどこれからはこの広大な土地を治めないといけない。やることが変わるんですね。全く違うステージに突入するんです。この違うステージに突入した時にアレクサンドロスに求められるスキルが変わっていくんですよ。はい。それにアレクサンドロスがどう答えていくかっていうのがこの次の回です。うわー、もう起承転結の天来たよ。これちょっと飽きさせないですね。アレク、めちゃめちゃ大事な天気です。アレク、ちょっと飽きさ、もう聞きたい。次回、次回で。俺マジでじゃ毎週たジャンプ楽しみにしてる少年みたいになってます。俺は。いやー、ちょっと楽しみですけども、はい、じゃあ次回を楽しみに、はい、一旦今日はここまでですかね。はい、はいはい、ありがとうございました。はい。Hiya, Suzuku.